五稜郭タワーでは全土を対象にした緊急事態宣言の発令を受け、およそ30件あった今月の修学旅行の予約がすべてキャンセルになるなど影響が出ています。また一般の観光客も見込めないことから休業要請は出ていませんが、今日から当面の間自主的に休業します。五稜郭タワーは先月1日に営業を再開したばかりで、長期間休業するのは今回が3度目です。またちょっとこういう形になってしまうのは非常に残念ではありますが、一日でも早くまた再開してですね、たくさんのお客様にお越しいただきたいなと思っております。